梅さん、旅行行きましょうよ、また、みんなで。全然行きましょうよ。どこ行きたいですか？なんか、梅さんの別荘って話ありませんでした？ 1 年前ぐらいに。それだよ、ああ、そだれ。から、結局ね、いや、本当にね、そのね、SFL だったり、トパちゃんだったり、もうね、なんかね、埋め尽くしてくるんですよ、俺のスケジュールを。え、てかそいさ、つらが。今、格ゲーでさ、オフシーズンなくないっすか？ほぼ。いや、ないっすよ、マジで。そうだまあ、ね。ブラッ1ヶクっ月すぐよ。らいでしょ。うん、やばいマな。ジでブラックっすよ、本当に。で、別まあ、に、いいことなんそじゃのない。オフの時だって死ぬほど配信してますからね。まあ、そうだよね。それはそそうれだで。よね。もうクソブラックですよ。いや、そうコロナ禍で全なくイベントがなかった時より全然いいんじゃない？んですよ。いや、でも、2年前ぐらいめちゃくちゃ楽しかったな、配信。みんなでなんかいろんなことやって。いやー、楽しいそうよだね。ね。あれはなんかやっぱ、だから CPT が2個あるぐらいだったから、結構気楽にやれたけど、ね、オフの配信とかもね、もっとしたいもんね。したい。したいよね。味覚王とかやっぱすごいやりたいんですけど、シロさんがやっぱ食い物系はまだ早いんじゃないかっていうふうに。まだ早いんだ。厳しいああ、ね。コロナ厳しいよね。あの人めちゃくちゃ徹底してるね、コロナは。でもこれ、何年後になったらじゃあ大丈夫になるのかな？ 2 年とまあ、かですか？空気っすよね、マジで。まあでも、どっかでじゃあ決めてやらなきゃいけないってなった時に難しそういですね。ね。あ、でも今、外はさ、もうなんか熱中症とかもあるし、なんならマスク外ああ、してなんくかださいみね、たいな感そうじいうこでと言っ言てわまれしてたよるね。よ。そうなんだ。今、いいんだ、ちょっ外。とそういう流れはできてきてるよ。でも、普そっ通ちの方に、が合わまなだ、いみたいな。でも、みんな、普通にまだマスクしてるよね、え、だから空気だよね。まあ、まあね、そうそうだね。ね。あ、空もう気じゃない。熱安定中症とにかならないんだったらって。え、ちなみいにや、でさ、こも、の中でコロナになってないの俺だけっすか？石井さんもか。俺は笑ってない。俺、一発なった。一番最初だったよね。俺、いっちゃん最初。早かったよあれからやってるね。の。俺、ケイオさんミもなっクたんロン。だっけ？梅オさミんクがロなっン。て、ケイスケさんが最近、飯行こうって言ってたのに、コロナになっちゃって、この人。全然行けてないんですよね。でも実際俺は全然楽だったね。で、ケイさんも楽だったでしょ。梅原がやばかったんだよね。俺え、はやケイばスケかっさんって。てコロナになったの？なった。オミクロンかかって、あ、そう。あ、そう、1最近っ日すか。2オミク日、ロンちか。ょっと熱が出たぐらいかな。え、じゃあ、インフルエンザよりなんか軽い感じですか？そんな高熱出ない感じ？俺は出なかったっすね。あ、へでも、そう、インフルエンザよりきつい人もいるから、そこはね、ひとまとめにはできないと思うんですけど。K2 はコクが感染したとき泣いたらしいなって書いてあるけど、本当それ？泣いてないよ。嘘だよ。何言ってんのよ。泣いたってことしてたわけじゃないですか、あとの言い方気持ち悪いな。な、え、なん泣いだって、け、なんかでも結構泣きそうになったみたい。R か言ってたの。何が？R がそんなようなこと言ってた気がするよ。え、コクちゃんが感黒染して？人が感染して、で、なんかガチで死ぬんじゃないかと思ったみたいな。まあでもね、あれはああ。美人かな。まあ、美人だろうね。美あいつは言い人。そうだよね。美人でも言えなくない？そういうこと。いや、ケイスキさいや、んだったら言うな、タイプじゃん。美人そういがう逆美に言う人でしょ。だってガチだったら言えないじゃん、これ。ケイスさんだったら言ってもいい関係性だと思うんだけど、だって昔から長いじゃん。まあね。R さんだってそんなにだから、美なんか今日 R さん下がっ人てくね、どんどん。やめよっか、この話。か。確かにね、かわいそうだね。いないとこで言うのはね。確かに。なるほどね。まあ、優しい人なんですよ。あなたは。まあでも確かに俺も一時期マジで、だってね、みんなコロナ感染してなかったから、ガチで俺も死ぬと思ったから、一瞬はね。あ、でも確かにコクちゃんの時はインパクトあったよそう、ね。最初の頃だからね。まあ全然わかんない。正体がわかんない頃だったから。だって肥満でタバコやってて、でも。肌汚くてな、どうしアようトもねえピーもんだな。しね。アトピー関係ないでしょ？アトピー関係ないのに今足してきたやつだよ。足すんだ。足せそうなやつ全部足してるんだ。入っでても、梅みたさら、んの時も、え、マジでけど、死の境界線、さまよ俺っが多分一番た。重症でしたね。いや、梅原はちょっとマジでやばそうだったね、やあばれかったでね。すよね。だっねてさ、俺、子供の頃から、なんか、うちの、まあ、母親も父親も、要するに医療関係だから、その、なんか、人間にとって何が安全で何が危ないかみたいなの、見極めが結構しっかりしてて、だから、大抵のことは俺が心配してても、あ、大丈夫、大丈夫みたいな。そんな簡単に人死なねえよみたいなとかいう感じなのよね。にもかかわらず、俺が入院してる時に、初めて、生まれて初めて、うちの母親が、なんか、頑張れみたいな。きつい。きつい。怖え。
なんかお前ならやれるみたいな、なんか、えみたいな、そんなこと言ったことないじゃんみたいな、今までの人生だみたいな。だいぶやばそうだ、だいぶやばそうだ。それで、俺、これ死ぬのかもしれないなと思って。うん、その、なんかその人の死をたくさん見てきた、うん、何千人と見てきた人が、この応援の仕方をするって、あ、俺やばいかもと思って。なるほど。うん、いやでも実際ちょっとね、俺もその俺なった人にはちょっと知ってる人は全員こう LINE 入れるんだわ、経験者だからさ、初めてだと不安になるじゃん意外と。梅原は結構ね、こうあの不安があってたもんね、あの時はね。なんかその空気の量、酸素吸入の量がどんどん増えていったんだよね。で入院してるってさ、普通良くなっていくわけじゃない、病気とかでね、どんどん悪くなっていくから、これこのままいったらだってってねみたいな。そうそうそう。いや、なかなか梅さんって弱気な発言しないじゃないですか。そう、うん、大丈夫ですかって言ったら、あんまり大丈夫じゃないですみたいな感じ。そう、意外そう。マジなんだと思って。いやー、ケースさんに LINE した時だって、あの、うん、次の昼ぐらいに、うん、大丈夫だわって来たから。全然大丈夫なんだなと。俺は全然大丈夫だったね、うん、よくあんな判断できるんだろう。なんだろう、俺あの尿酸値の病院行ってて、うん、ワクチン、なんかワクチン、尿酸値の病院、はい、俺尿酸値やばくて、痛風指なんですけど。え、なんか、リアリティが上がってる。一番さ 9.3 とかだった、尿酸値。あー、俺さっき測って 9.4 だった。あ、やばいね、コクちゃん。長く俺やばい。数値わかんないけど全然大丈夫だ俺。7以上だとやばい。7以上だと健康診断とかでその数値教えてくれるんですか。そう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 、みんなでなんか健康診断やろうっていう企画だけじゃないけどなったんですよ、うん、健康診断全く言ってるんだよな。行った方がいいよ絶対。なんか、ね、絶対行った方がいいよ。絶対行った方がいいよ。大腸がんがめちゃくちゃかかる可能性高くなるらしい、40手前ぐらいから。あ、らしいよね、うん、で症状出ないらしくて分かんないんだって。あの、気づいた頃にはもうみたいな感じだから、絶対あの内視鏡やった方がいいと思う。っていうか、あの、全身麻酔できる。尻から入れるんですか。尻でしょ。怖え。俺ちょっと猫みたい、まな板の猫みたいになってましたよ先生に。まな板まな板の猫、恋じゃない。あ、まな板の恋。まな板の猫。やめろ、それ以上やめろ。国語ですか。国語。すみません。ごめんなさい。国語じゃない。内腸検査きついらしいよな。いや、きついっす。もうどうにでもしてくれみたいな感じになりました。けどなんかあれ全身麻酔できるらしいよ。な、寝てる間にスッと終わるらしいよ。へえ。俺今度それ行くつもり。いや、でもね、麻酔って一応死ぬ可能性あるじゃん。もうそれだって部分麻酔はするわけじゃん、どうせ、うん、部分麻酔はするわけだから。そのリスク背負いたくなくて我慢するって選択肢だったんですけど。あ、マジか。いや、だってめちゃくちゃ低いでしょその確率で。俺だって普通に手術するとき全身麻酔してたけどね俺。いや、でもそれはしょうがないじゃん。うん、まあ、でもケツだけ我慢すればいいだけだから。で猫になるんだ。そうそうそう、もういや、まな板の上。そうなんだ。